通販サイトを閲覧していると、明らかに怪しい商品ってたくさんありますよね。2023年の6月に、思わず失笑してしまいそうなスレが立ちました。コジキ速報産業で室温が23度下がるクーラーが7割引き。ソースは YouTube の広告。工場倒産は草。この技術があれば倒産しねえだろ。倒産したのに終身品質保証？妙だな。23度も落ちるとか、簡単に冷夏になるやんけ。終身品質保証ってなんやねん。刑罰かよ。湿度がやばいことになりそう。終身品質保証ってどういう意味なん？死ぬまで品質を保証してくれるけど、使用者は数秒後に凍死してるからすぐ保証切れや。6秒で46度下がるんか？死ぬわ。真冬に使ったら死ぬやん。工場倒産、早い者勝ち7割引き、7割引き。そりゃ倒産するわ。殺人マシーンやん。冷えすぎて倒産。自殺の道具として売れそう。急速冷凍やん。冷凍庫にでもする気か。ダイヤモンド出すと。人死ぬんやない？平気かな。これ誰が保証してくれるんや。YouTube ってなんであんな詐欺広告の話にしまくってるんやろうな。下がりますとは書いてないからな。貸していき。冷やすのはええけどどこに熱放出するの？真空でも作るのか？貸しでも大変。ちゃんと取って書いてあるから摂取だぞ。試運転したら工場ダメになって倒産したんやろ。画像見て声出して笑ったわ。室温だとは言ってないしセーフ。確かに。体温かもしれん。倒産品を終身保証ってなんやねん。3秒で23度も冷えた分の熱というかそのエネルギーはどこに行くんや？これが令和最新版か。常識にとらわれると在庫処分の意味での工場倒産に見えるけどこの技術力ってことはここ以外の工場は全部潰れるって意味やろ。体温が23度下がったら17度とかなっちゃうやん。あかんやつやう。このクーラーがあれば他のエアコンは過去のものになってたメーカーの工場倒産するって意味やないの。下がりの勢いづき。放射線出てそう。凄すぎて既存のメーカーに潰されたんやろね。電子レンジの逆みたいな感じで冷やすんかな。このホームページの商品センスあるわ。雷進行。室温だとしてガチで3秒間で23度も下げる方法ってあるんやろか。液体窒素あたりを室内に大量放出するとかでいけるか。23度にじゃないからな。室温が20度なら3秒でマイナス3度になる。だいぶ連動輪丸かよ。10秒以内に消さないと投資するとかそりゃ工場も潰れるわ。在庫処分的な意味で使ってるんやろけど。マグロの冷凍庫とかに使うんでしょ。多分携帯性でこっちに負けて倒産したんやろな。さ、携帯できてこのパワーは革命的やろ。23度へのこだわりはなんなんや。2と3の間に句読点入れ忘れてるんだと思う。アイスグレネードやんけ。Google とかでもうさんくさい広告兵器出てくるんよな。型番が 16TB ってなってる外付け SSD とか。一回報告したけど改善なしやし。間違って冬につけたら死にそう。うちは大々令和最新版しか買わないんや。すまんな。7割引き、7割引きが打てないわね。打てないみたいですき。レイカズ最新版はすげえな冷房なのに加湿もしてくれるのかよ。葉っぱが待ってるエフェクト多すぎ。工場倒産、早い者勝ち。こっちもおすすめやで。火事、バーベキューできそう。広告に工場倒産って書くセンスよ。出会って3秒で23下がり、何かエッチに聞こえないでもない。23度下がり室温とは言ってない。YouTube の広告のやついつも倒産しとるよな。そんなに広告料高いんやろか。ワイが見たのは3秒で液体凍らせるコップ置きやったんやが色々バリエーションあるんやな。極寒の世界からの侵略が始まったんか。もはや平気やろ。工場が令和の虎さんやん。加湿で草。必要なのは除湿やろ。実際買うとどうなん？普通に家電屋とかで買った方が安全なんか。ここまで振り切ってたら景品表示法なんて関係なさそう。電子レンジみたいに一瞬で物の温度上げる製品はあるのに、一瞬で冷却する家電は発明されないよな。物体の分子運動を止めるのは難しいことなんや。広告を掲載する側にも責任を負わせる法律にしろ。1時間つけたら室内氷点下になりそう。こういうゴミ広告を野放しにしておきながら当サイトは広告収入によって運営しております。広告ブロッカーをオフにしていただかないと当サイトはご覧いただけませんとかやってくるサイトって恥ずかしくないんやろか。でも夢がないよね。社長の夢のために金を寄付するための商品。冷風扇って全然効果ないどころか部屋の湿度を上げて不快指数増すだけなのになかなかなくならないよな。南極で使ったらどうなるのっと。ミステリーの殺人トリックに利用されそうな性能してるな。でも一般家庭だと先にブレーカーが落ちるんだよね。ホームページにはモバイルバッテリーからでも給電できるって書いてあるから大丈夫。詳しくないけど学会発表レベルのエネルギー効率なんちゃうか。この性能でなんで潰れるねん。右の女は死んでるのかな。電気対応に使えば冷えるってもんじゃないからな。冷やしすぎて工場が倒産したんやな。効果ありすぎも考えものやな。室温って書き方だからどんな言い逃れもできないのくさ。工場倒産って向こうでは掘り出し物みたいな肯定的な感じで使うんやろか。普通から考えて良いものを作る会社が倒産なんてしないと思うんやが。スレは以上で終わっていました。お次は2022年の7月に建てられたスレをご紹介します。 Amazon 入荷企業なんか最近令和最新版売れへんなぜや。これなら売れるやろな。くさ、あれば
安すぎてナノバブル出てなさそう。清帝が倒れた今幕末みたいなもんやし政府。確かに幕末みたいな世情やしな。大和西大寺の変とか桜田門外の変みたいなもんやし。レトロ感出してきたな。幕末決意のし。幕末って名乗るのはおかしいやろくさ。音、水、空気。この3つは詐欺商材。頭が良い奴が考えたスキームをバカが必死に覚えてバカに売る。アンティークかな。周囲に水エフェクトついてないやん。幕末にエフェクトなんかあるかよ。日本の夜明けでよ。江戸でも明治でもなく幕末ってのがええわ。平賀源内もおったまげ。欲しくなるからやめろ。幕末ヘッド欲しいわ。まさかのでくさ。水エフェクトもビリビリエフェクトも風エフェクトもない。やる気あんのか。他の幕末シャワーヘッドもある。安すぎてくさ。偽善か。王政復古の大号令提起。文明開化しろ。これ何と幕末間違えたんや。幕末のシャワーヘッドってなんだよ。大村益次郎も大喜び。歴史改変主義やめて。先日の選挙にも維新と新選組が出てたし、シャワーヘッドにファン内蔵してどうするんだよ。水芸かな。シャワー缶で死んだ幕末志士でもおるんかな。幕末だから新選組革新部推進保守の争いが起きてたのか。中華のゴミ商品って絶対エフェクトつけてるから逆にわかりやすくてありがたいわ。見るからにゴミってわかるから買わずに済む。頭ざんぎり頭やん。憲法最新版。幕末最新版。令和新選組が出てきそう。どういう発想なんだよこれ。ペリーもびっくり。幕末純情伝起きた掃除は B カップ。誰もシャワー使ってないのに町民は全員シャワーヘッド持ってたらしいな。春秋戦国時代なら買った。幕末安倍幕府の末期ってことじゃね。この手のゴミをゴミと分かった上で買うと本当にゴミが届くからおもろい。期待を裏切られることはまずない。なら中国で売るときにはさやか、三国とか書かれたらちょっと気になるもんな。そのうち戦国とかでそう。画像は日本の製品そっくりやな。安倍幕府が倒幕されたからね、しょうがないね。日本人は幕末好きだからな。幕末シャワーヘッドの語呂良すぎだろ。こういうの買うとマジでパチモン感満載のおもちゃ来るから好き。なんなら外装取り替えただけで中身どっかのメーカーの古いやつとかあって楽しい。5年前くらいの時期に大政奉還しろとか言われてたよな。幕末エフェクトはよ。シャワーから血とか出てくるんか。スレはこの辺りで終わっていました。続いては2020年の10月に建てられたスレを見ていきましょう。レイカズ最新版アマゾン、恐ろしい懐中電灯を販売してしまう。テロやん、失明しそう。電撃エフェクトもつけろ。画像でもちょっと目痛くなったわ。法律的に OK なの戦争。レイカズ最新版に外れなし。単三電池120本はくさ。もうこれ狂気やろ。スレンダーマン倒せそう。電池使いすぎじゃね。熱だけで人殺せそう。ソーラシステム定期。3部しか持たなくてくさ。これお化けいたらどうなるんやろ。120本で3分って。夜釣りよくするから車のライトレベルのやつは欲しくなる。軍はこれ何に使うん。ヘリのライト使わないで敵の拠点占拠できそう。これ好き。なんやこれくさ。犬になっててくさ。ランニングコスト最悪すぎてくさ。持ち運び不自由なフラッシュ版じゃん。15キロ先まで照射はネタとして面白いわ。サングラスしてても目つぶれるよな。単三電池120本で3分点灯は草。15キロ先までって怖い。光が当たらない手元まで明るく照らすとはさすが最新版やな。本当だとして何に使うんだ。気に入らない奴の目をつぶすトラップ。失明不可避。立てこもり汎用の巨大照明かな。これ半分パワーボールだろ。明るさって規制ないんかな。あと限界も。機関撃退にはええんちゃう。これがデッドバイデイライトですか。眩しすぎてモンスター側振りすぎんよ。カーズ倒せそう。柱の男とかしちゃいそう。これ空に向かって照射してみたい。バットマン呼べそう。軍用だから点灯して合図送るのに使うんや。3分バカにしとるが合図は一瞬でいいから電池は持つ。戦場だと常識やで。敵にもバレるやんけ。別れの愛してるの最後の合図やぞ。自転車用はさすがに嘘やろ。こんなん持ってたら本に触れるやろ。本気で気になるから誰か買って検証してほしい。ほんま令和最新よ。知ってなあいつら。電池120本とか液漏れ不可避。真面目に失明するやろこんなん。これもう太陽拳やん。ゼロ距離で人の目に当てたら失明しそう。アホやウチューバーよ。200V ってなんやねん。あと乾電池じゃなくてリチウムイオン電池にしろ。これ条約に引っかかる目つぶし用の兵器やろ。こういうパワーしか考えてないの好き。球場のナイター照明買ってみたみたいな記事あったけどあれでも3万ルーメンとかだったな。これじゃん。ネタで使って相方失明させるアホでそう。半分兵器やろ。目に当てたら失明するやろこれ。ほんまくさ。やけどするやんく。検討。実際アチアチになる太い LED 懐中電灯売ってるけどな。これ昔のストロボ用の電池みたいなん使う方がまだ持ち運びマシになるんかな。電池120本も使う懐中電灯なんてそもそもあるんか。これ至近距離で直視したらどうなるんや。電池付属なしってことは120本電池買わなあかんのか。懐中電灯で水冷式、冷却ファンってなんやねん。車の時刻ライト安く起こせるな。対向車失明不可避。
日中翻訳って機械翻訳やと難しいんか？英語とかと比べても語訳がひどい気がするんやけど。乾電池120本とかガンダム動かせそう。護身用にはめっちゃ良さそうやな。一発食らわせればしばらく目見えないやろ。多分皮膚にあったらやけどするで。もはや平気やんけ。ここまでして自転車乗ってる時に照らさないとあかんものとは。熊に出会っても安心やな。何回も使えるフラッシュ版や。低価格最新版ってもうアマゾン専用用語になってきてるよな。池や沼の中とか照らしてみたい。乾電池120本を180秒で消費するんやろ。毎秒 0.7 本分の乾電池のエネルギーを放射って半分火炎放射器とかレーザー兵器の類やろ。今調べたら HDD の容量とかモバイルバッテリーの容量みたいなレベルでルーメンがインフレしてるの笑う。何の値かもよく知らずに3万ルーメンの懐中電灯とか買っちまったら後悔しそう。中国製ってことを出さないような詳細にするから嫌い。犬の散歩に懐中電灯使ってたけど結局 iPhone のライト使ってるわ。レイカズ最新版ばっかで充電式買う気ならんし。犬の目に当てると白内障なるからな。久しぶりに Amazon 見たらレイカズ最新版みたいのたくさんで使う気失せたわ。アパートにナイター照明入れるやつ好き。これもう法に触れるレベルの威力ちゃうん？所持で捕まらんのやろか。レイカズ最新版ってどっから出てきたんやろうな。わざわざ西暦入れんでもええから楽なんやろうか。たくさん並べて反射で収束させたらソーラレイごっこできる？余ってもう中華製品のお笑いサイトになってもうたよな。こういうの持って心ストイキたい。暗いから怖いのか怖いところだから怖いのか逆にこれだけ明るいと見えそうで怖いのか試したい。それはこの後も盛り上がっていました。それでは最後にもう一つ、2021年の9月に建てられたスレを見ていきましょう。意味わからん中華製品画像。好き。熱中症で草。クラクラなら両手で持て。頭クラクラで草。こまー。これ欲しいかも。へ。好き。中華製品ちゃうけどメニュー表の怪しい日本語で書かれたウーメンって文字が好き。これ台湾行った時のやつ。日本語がおかしい。ホットドッグ。楽しみのことが終わる。なんかやな。月種類のパイオニアって本当になんだよ。月種類のパイオニアはパワーワードすぎる。左のお父さんの月種類のパイオニア感好き。だか、ちょっと可愛いのやめろ。可愛いやん。もう日本語バカにしてるやろ。ガチで意味不明だ。古典的とは。急な関西弁。だった。トランスフォーマーかな？戦闘機になる？物騒すぎる。選べるよ色や。ヒロミー。ハスキーすら間違う無能ぶり。ほんまくさ。唐突なめちゃんこ。何が群がるんすかねえ。昼の概念壊れる。そらそうよ。ちょっと欲しい。信じろやめろ。哲学的やな。そうはならんやろ。はえ、すっごい。させた。こういうやつ集めて掲載してる VOW っていう本好きやったわ。あの頃トマソンって言葉あったかな。自分でやれ。でっていう。塗装の貼り付け。コキペかな。プールは食べ物だった。2枚目の困り方よ。楽しそう。マックのあれを思い出した。謎コントローラー。ネズミ。なぜ2回言うのか。こんなちっちゃいパソコンある。明らかな合成パソコンで草。健康問題とは。コーデだけはおろそかにできないおしゃれさんの鏡。草。地球の直径300メートルぐらいなんやろな。強そう。なんやこれ。これ何に使うんだよ。内閣。内閣。内閣は英語でキャビネットなるほど。何も見えんやろ。ちょっと欲しい。不法投棄すな。捨てるで草。もう狂ってる。画像55。気が狂いそう。かわよ。画像56。画像57。独身貴族を単一貴族って翻訳するの草。中華やなくてたいやけど。恋に。あまにある中華製品画像の大半が合成全開で笑うわ。情報量が多すぎる。それは以上で終わっていました。AI によって自動翻訳が進化していっていますが、まだまだこんな面白い語訳は生まれそうですね。皆さんは明らかに怪しい中華製品を購入したことはありますか？